どれが一番おいしいですか？どれを選べばいいか聞く。ご注文は？ハムさん、何にする？どれが一番おいしいですか？味噌ラーメンがおすすめだよ。味噌ラーメン。日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。私、味噌ラーメンにします。タムはカイトと一緒にラーメン屋に来ました。前にベトナムで会った友人のことを思い出します。友人のことを思い出します。ご注文は？ご注文は？タムさん、何にする？タムさん、何にする？どれが一番おいしいですか？どれが一番おいしいですか？味噌ラーメンがおすすめだよ。味噌ラーメンがおすすめだよ。味噌ラーメン。味噌ラーメン。日本のラーメンは美味しいよ。日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。私、味噌ラーメンにします。私、味噌ラーメンにします。どれを選べばいいか聞く。どれが一番美味しいですか？どれが一番おいしいですか？いくつかのものの中からどれを選べばいいか聞くときは、どれが一番ですかと言います。どれは三つ以上のものから一つを選ぶときに使う疑問詞です。一番は形容詞の前に言います。形容詞の前に言います。一番。おいしいです。どれが一番人気がありますか？どれが一番人気がありますか？形容詞の前に一番人気がありますか？これがおすすめです。これがおすすめです。せんべい、べ、べ。どれを選べばいいか聞きましょう。どれが一番安いですか？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 どれが一番お得ですか？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 どれが一番面白いですか？どれが一番面白いですか？どれが一番面白いですか？今日のモットーか。ご注文は？ご注文は、店の人が注文を聞くときに使います。店の人が注文を聞くときに使います。注文に語をつけると丁寧になります。You can't do without this in the ramen. It's men, meaning noodles. 麺。日本のラーメン。ラーメンはもともとは中国の料理でした。日本でいろいろなラーメンが作られて、今では日本の料理としてとても人気があります。醤油ラーメン、豚骨ラーメン、味噌ラーメン。ラーメンはいろいろな味の出汁を使います。鶏や豚の骨、魚介類などを使います。そこに味噌、塩、醤油などを入れて、
いろいろな味にします。地方にはそれぞれの味の特別なラーメンもあります。食べられないものがある人は注文するときに何か入っているかを確かめましょう。ハラルやアレルギーのある人、ベジタリアンの人のためのラーメンがある店もあります。ハラル。ハラル。アレルギーのある人、ベジタリアンの人のためのラーメンがある店もあります。